新潟大学医学部は、医学科の定員を全国最多の140人に増やし、基金を設立すると発表しました。深刻な医師不足の中、地域のニーズに対応できる医師の育成を目指します。県と新潟大学は合同で会見を開き、今年春に入学する医学科の定員を140人にすると発表しました。県によりますと、私立を含めても国際医療福祉大学や順天堂大学と並び、全国最多の人数となります。また、日本一の医師育成拠点を目指し、来月8日に基金を設立。最先端の教育環境設備などに充てます。地域マインドを持って、その地域の課題、地域のニーズを把握できる、理解できる、そしてその社会から求められる、社会を支えることができる医師を育成したいという。目標金額は年間1億円で、寄付の金額に応じて特典を用意するということです。医師の充足度を示す医師偏在指標が全国最下位の新潟県。医師の確保が課題となる中、打開に向けた取り組みが注目されます。